before after って普段よく耳にする言葉ですが、生まれてこの方 before と after を当然のごとく前後と訳している皆さん、大木の奥様でした。どうも、韓国いつもごく普通の韓国人ガッチャンです。いやー、さぞかし大変だったことでしょう。いやー、さぞかしこんがらかったことでしょう。だって before 前って訳してたら、after 後って訳してたら、必然的に頭こんがらがる仕組みになってるんです、我々の脳は。だって逆なんですから。逆の発想なんです。何言ってんだこいつ。なんだ、 before が後で after が前とでも言いたいの？といえども遠からずとなってる皆様は、今日これを見ることで皆さんの中のビフォーアフターが劇的ビフォーアフターを迎えることでしょう。とはいえ、ビフォーの概念が後ろ、アフターの概念が前とか言ってたら、それは確かにヤバいです。かといってビフォーアフターの概念が前後かと聞かれたら、それはそれで若干モヤモヤするわけです。じゃあどうしようと。はい、とりあえず落ち着いて、まずはお二方のなイメージをご覧入れましょう。先に、普通のアフターさんの基本イメージはこうです。ご覧の通り、追いかけるイメージです。追いかけるんです。常識的に考えて、自分よりも前のものを追いかけますよね。後ろのものを追いかけるなんてことないですよね。すなわち追いかけるってことは、当然前のものを追いかけるわけで、追っかける方は必然的に後ろにいるわけですよね。それがアフターですから、アフターを使った文章をイラストで表すと、こうなる。こっち側がこっちを追いかけてる図なんです。A アフター B って書いてあると、ほとんどの人は B の後に A と訳するのですが、そんな風に A と B ひっくり返してたね。なんかいろいろと嫌になりませんか？皆さん、既存の訳し方だとこうしてましたね。猫がネズミの後ろを追いかける。後に後ろから前へ行ったり来たり、理解する言語なんかないでしょ。相手が喋ってる間中、後ろから前へ行ったり来たりなんて、よく毎回そんなことができますね。頭こんがらがりますわ、私は。いやいや、これなんですよ。追ってるって考えれば、この順番に素直にイメージできるでしょ。このイメージで追いかけてるんですよ。だから皆さんも考え方としてはこう訳せばいいんです。猫が走って追いかけてるのはネズミ。文章の図解のままで読むと、猫の走ってる前にいるのがネズミってことなんです。after っての追いかけてる前置詞、そして文章の図解通りに前にいるのはって発想を転換させるだけでも、訳が相当楽になるでしょう。本来の後にとは真逆の発想なわけですね。私はビデオが終わって後で皿洗いをしますと言ったり来たりせずとも、私は皿洗いします。その前に起こることがビデオが終わったこと。こっからこっちなんです。理解の順番は文章の順番通り理解すればいいってこと。だんだん分かってきましたね。すべての後に出巻き戻すよりは、こっちを追いかけてるイメージです。追ったんですよ。何を？すべてを、まあ、追いかけてみたもののすべてを、すなわちあてこの手を使ってみたけれど結局はってことなんです。だから意味をひっくるめると、結局とかとにもかくにもってニュアンスで使われるんですね。その日が追ってるのが明日、その日よりも前にあることが明日ですよね。ってことは明後日。さらに時計で表現でも、これもこんがらがる人多いですが、時計で言うと15分ですね。15分って時間があるんだけど、その前にあったのが10時、だから10時15分、10時を15分が追ってるから9時45分って考えてしまう人もいそうですが、15分って時間よりも前に起こったことが10時って考え方なんですから、もう10時は過ぎてるプラス15分って考えればいいわけですね。どうですか、既存の巻き戻しや行ったり来たりでこんがらがってた訳し方から、これでようやく解き放される気がしませんか。ちなみに after ってのがなぜ追跡かと言いますと、実は語源が af と同じアポから由来してるわけでして、離れるというアポに比較級の er が合体してより遠く、だからより遠く離れたやつをと捕まえるって発想が由来になったわけです。ちなみにこの離れるというアポに
覆いかぶさるという意味のカルが合体して、隠されていた遠いものという意味にまで膨らんで、予言とか目視録という単語になったのが、アポカリプス。映画とかで聞いたことありますよね。ま、語源はともかく、大事なのは、アフターが追いかけるっていう概念ってことです。B の後に A じゃなくて、A の前に起こったのが B。って考えるのが、文章を順番通りに理解できる便利思考なんですから、使わない手はないですよね。後にだとひっくり返さなきゃ訳せないけど、前に起こったことがって考えると素直に訳せる。これぞ発想の転換ってやつです。どうですか、この通り発想の転換で言ってしまうと、私に言わせれば後にはむしろ before です。さてどういうことかと言いますと、既存の方法で before の文章を訳すると、泥棒は警察が到着したよりも前に去りました。行ったり来たり、まあ大変ですね。ですが皆さん、 before は順番通りって考えればいいんです。ですからこの文章をイメージ化するとこうです。順番通りなんです。だからこの順番で物事が進行してるだけなんです。順番的にどうですか、泥棒が去ったんです、その後に警察が到着したんです。ほら簡単、すごいでしょ、これぞ発想の転換です。この順番なんです。私はいつも夕食を食べる前に手を洗います。行ったり来たり大変ですね。私はいつも手を洗うんですよ、その後に夕食を食べるんです。ほい簡単、目から鱗じゃないですか。前にだと前後ひっくり返さなきゃならなかったのが、その後に行って逆に考えるだけで理解がめちゃくちゃ簡単でしょう。 B の前に A じゃなくて、もう書いてある通りにです。この順番通りに A の次に B なんですね。 A before B は B の前に A って、頭痛くなりませんか。 A の次に B でそのままで OK なのに、これなんでわざわざひっくり返すの。超親切に並べてくれてんのに。もちろん before そのものは基本イメージは前にあるもので合ってます。イラスト化するとこうです。空間的に見ると目標地点の前にある何かです。詳しく言うと、目標地点には達してないのが before です。皆さん以前私と for について習いましたよね。目的の性質を持つ for の語源である for と b とか合体したのが before。 だから前にいるってことです。 for からこっち側を担当したのが before、 向こう側にいた分かりしたのが for ってのわけですが、前側を担当しただけに目標地点があるとして、その前にあってそこには達してってないのが before の基本イメージです。そう、つまり文章があるとしたら、こっち側がこっち側には達していないんです。彼が箱を置いた地点はお店に達してない地点なんですね。とまあ何にせよ、空間的にであれ時間的にであれ、こっちの次にこれがあるって考えりゃ楽勝なんですね。の前にじゃなくて、発想の転換、 A before B は B の前に A じゃなくて A の次に B。だからこの文章だとすると、私は常に量の次にクオリティなんです。ってことはつまり量の次に来るのがクオリティなんだから、量を優先しているってことなんです。品質よりも。とある日があるとして、前にじゃなくてその次に昨日。ってことはこの順番通り考えると、その日の次に昨日なんですから、こっちは当然一昨日ってことになるわけですね。ほら順番通りに書いてあるんだと、さえ考えればいいんです。これほど親切な前置詞もないですよね。そして一般的にこの before の反対は after だと思いがちですが、実は意外にも before の次となる単語は他にあるわけでして、そのお話は DM で続きをやりましょう。日本語で訳すると before after と大体同じ意味になるにもかかわらず、使い方は全く違うっていう単語がいくつかあります。この違いさえきちんと分かってしまえば、1時間前こうかなっていうめちゃくちゃやりがちな間違いをしなくなるんですね。手の音、これに加え、そもそも前置詞ってつけるつけないの判断はどう決めるのというのすごく気になりませんでしたか。例えば学校行くってのは前置詞がくっつくよね。なんで、でも家には前置詞とかいらないよね。なんで、メリーミーには with だとか to だとか前置詞がつかないの。なんで、という前置詞を使う上でもはや根本とも関わるような推理を微妙でお話したいと思います。推理と言いました通り、まだ 85% くらいは推理の段階でして、 YouTube で大々的にお話するような躊躇がありますので、すいません今は微妙のみでこっそりお話したいと思います。ですがこれ 100% に満たない 85% の段階とはいえ、一度聞いておけば一体どの場面で前置詞をつけるのかつけないのかという判断基準において、かなり
り革命的に役立つヒントになると思います。少なくとも私的にはそうでしたので、文章に前置詞を挟むべきかダメなのか毎回迷う自信がないって方ならばなかなか参考になる話かと思います。そして YouTube 組の皆様にはここで一つクイズです。皆さん上下を英語で何と言うでしょう。アップダウンと真っ先に答えて、そこのあなたはどうか来週の動画を必ずご覧になることを強くお勧めいたします。そうすれば今回この動画を見る前と見た後くらいの大きな変化が来週も起こることでしょう。発想の転換第2弾ってわけですね。この動画を見る前後のあなたが違うように、人間みんなビフォーアフターを繰り返して成長していくわけですが、前後の違いって面白いもんです。人間誰しもスーパースターとはお近づきになりたいのに、知り合いのあいつがスーパースターになるのは妬んだりなんかする。不思議ですよね。全く同じ人物なのに知り合うよりもビフォーかアフターかでこんなにも感情が違う。しかしまあ発想の転換ってのでライクがすっかり楽になってしまうように、我々だって発想さえちょいねじ曲げりゃたびたび訪れる嫌な感情からも解放されるんじゃないですかね。私なんかひどいですよ。涼しいんじゃねえのってくらいの目線で世の中見つめてるんですから。世の中の人間が成功する前だろうが後だろうがそうでもいいんです。あくまでずうずうしい基準で、人間なんかどうせ2種類なんだと。私を知る前の人間と私を知った後の人間そしてこれを見てる後者のあなたはきっと何かしら特別な人なんだと、そう信じていいですね。それではまた。